はい、こっちがウソモの地球グミで、こっちが本物発見した地球グミです。さあ、今からジナに食べてもらいましょう。ウソモの方をね。じゃあね、うん、うん、こっちから食べます。はい、じゃあこれ、はい、偽物、こっちウソモの、パッと見わかないよね。パッと見わかないんだけど、全然グローブグミって書いてある方が中国産で、偽物の方らしいです。こっちが、ね、本物、本物店員さん。じゃあ今から、はい、嘘物、嘘物食べるよ。中身は全然、これ緑の棒はそばからについとるし、はい、こっちのついてきて、こっちのついてきて、あ、これ模様が外についとん。え、そうそう、ただこれ水色のだけ、水色のだけやね。はい、どうぞお食べ、はい、お食べください。じゃあ偽物から。はい、硬い、柔らかい、柔らかい。何味、ラムネ味、ラムネ味、美味しい、美味しいや、うん、あと食べてみて。いらん、美味しいよ。思ったよりいらんのに。フルーツのグミって感じ。ラムネやのに、うん、ラムネはフルーツじゃないよ。甘い、甘いや、うん、甘いんや、甘い、うん、はい。そして、うん、本物、これ殻に柄が入ってるだけらしいよ。本物は違うかもしれない。ちょっと本物はどうなのかっていうのをちょっと開けてみてよ。じゃあ本物いくね。本物がね、100円高かった。じゃあ本物の方が、うん、美味しいはずよね。100円分？本物だこれ。本物の方が色は。ちょっと待って、嘘物もちょっともう一個出してみて。嘘物と本物比較。あの、本物は、ロゴが入ってる。本物はこのロゴが入ってて、これなんて読むの？トローリ。トローリプラネットグミっていう。うんうん、はい、トローリ。ね、トローリって書いてある、ちゃんと本物は。で、偽物は書いてないよってこと。でも、限りなく近い。わからんよね。限りなく近い。やから、何も知らない人は、これ地球グミだよって渡されて、やったーって食べるレベル。でもね、ちょっと芸が細かい。本物の方が、ね、オレンジがちょっと濃くて、ほら、なんかロット番号みたいなの書いてる。こっち書いてないけど。書いてる方が本物っていう。うん、な、多分、一個売りとかでも売れるように、こう、ロット番号みたいなのが、ロット番号ではないね。なんか、フローム、なんとかって書いてある。ね？だから、ちゃんとね、どこさんだよっていうのも書いてくれてるし、本物ですみたいなロゴがついてる。で、嘘物は限りなく近いよ。でもすごい頑張ってる、寄せてる、寄せてるのは分かるんだけど、ただ柄が入ってて、いかにも嘘って感じ。めっちゃ本物、はい、本物、コーナー開けてオープン、ザ本物。じゃあ本物いきますね。はいはいはい。あ、本物の方が全然、何？ちょっと、してる、ちょっと嘘物を開けてみて。うん、嘘物よね。うん、ちょっと触った感じやってみて。全然違いそう。ちょっと待って、赤、なんかもう本当にちょっと触らせて。あ、やわらかい、やわらかい、やわらかい。これはちょっと硬いよ、わかりやすい。あ、全然違う。だから、こっちは
あのさ、美術とかしたことある人わかるかな、あの練り消しってあるじゃん、真っ白いデッサンとかするときに練り消しをピッてちぎって、あの消しゴムで使うんだけど、それに似てる。こっちはちょっとこの弾力がさ、マシュマロ系、でこっちが硬いスライムみたいな感じの、あ、そう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 、なんかちょっとね、湿り気があるこっちが湿り気があってツヤツヤしてて、こっちがだから練り消しみたいな感じ。噛んで、マシュマロのネチョネチョした感じ、こっちがウェッチな感じ。ほらね、全然違う、これ、ほら触ったら全然違う。ちょっと本物も食べてみな、ちょっとかじって中身見てみようか。あ、そうやね、そうやね、そうやね、そう、なかなか分かってきている、分かってきているよ。あ、全然違う、全然違う、ほらほら、あ、すごい、なんか餅みたい、餅みたい、餅みたい、ほんと餅、あ、これ全然違うね、餅餅餅食べるね、餅、中になんかブルーベリーみたいなのが入ってる。あ、ほんとや。え、じゃあ今さっきのはただ、ただラムネだけ、ただラムネだけ、でもまずくはない。どっちが美味しいの？美味しい。こっちもまあまあそれなりに美味しかったわけ。美味しい、で、これはほらやっぱ本物だぜ、本物だぜ、みんな、やばこれね、焼いてみたとかあるけど、ちょっとこれ半分かじってみてよ、こっち、こっちを半分かじってみてよ、こっち何も入っとるか、もしかしたら気のせいで入っとったかもしれんじゃん。じゃあ食べるね。こっちの方が硬い。あ、なんか入っとる。あ、入っとった。あ、でもね、見て、量が少量あ、だからさ、すごい似せとるけど、やっぱちょっとさ、バッタモンなんだよな。なんかの、このとろーりが、ちょっとしか入ってないし、で、こう触った感じも硬いし、でも味は両方美味しいんやろ。見た目は分からんけど、触ったりとか、食べたら全然違う。ジローはどっちが好きなの？まあ、本物の方が美味しいかなって思ったでも甘さやったら偽物の方が甘い。あ、偽物の方が砂糖甘いんだ。はー、もっとちょっとラムネよりの、こっちはちょっとブルーベリーって感じ。本物の方がさ、上品なんだよ、なんでな、上品、ってことです。はい、なので、間違わずにね、みんなはこっちのこのキャラがついてる方を買うべきってこと。じゃあね、またね、バイバイ。バイバイ。